んにちは、松本えなです。今日はちょっと家族でもうだいぶ美容院に来てなかったからちょっと髪の毛切ろっかっていうことでいつもの美容院に来てるんですけど、たかしとかも多分ね3ヶ月ぶりぐらい で、トウキはちょっと人生初パーマをリココとトウキは初パーマをしようかと思っています。なのでちょっと今から早速、どんな髪型にするか、山下さんと相談しながら決めていきたいと思います。で、今日は夕方からねクラネタイムにしてくれているみたいで、今ちょうどアイコがパーマ終わって多分もうすぐ出てくるので、ちょっと私の YouTube でもすごいパーマかけて可愛くなったアイコを紹介したいと思います。あ、アイコだ。終わった？終わりました。いい感じ。そう、結構なんか顔周りかけてもらって、他はレイヤーかけて、薄くし緩めにしてくれた感じ。横が可愛いね。横の姿ここ可愛くない？ここ、そこ可愛い。今っぽいおしゃれ系持ってんのかな。どうね、男の人ってどうなんやろな。男の人パーマ嫌いじゃん。そうですね、モテ系じゃないです。おしゃれ系です。でもファッションな感じになったね。え、名前より好き。ありがとうございます。山下さん最高なんで大好きです。私も大好きです。もう帰んの？もう帰ります。私はもう終わったので帰ります。いいな。じゃあね、バイバーイ。待ってね、はい、私たち今からだから頑張る。じゃあね。見して髪の毛。全然いいじゃん。かわいい。おしゃれ。これだったらさ、全然おろしておけるよ。はいはい、わかりました。ありがとうございます。どう？優しくかけました。優しめ？優しめです。くるくるパーマどうでしょうか、トウキくん。うわ、なにこれ。あったかった。ちょっとね、ちょっとこれでパワー全開。やった、強くなれるんだって。絶対落とすよ、トウキ。絶対落とすよ。くるくるさんになったの、トウキ。鏡見てごらんよ。どう？いい感じ？いい感じ？かっこよくなったんじゃない？かっこよくさ、パパみたいになってくんない？その髪型好き？今日は…あ、なに？今日は？言って。髪を切ってみました。はい、髪を切ってみました。それで終わりで。もうちょっと喋ってほしい。じゃあ、バイバイ。やだ、本当にバイバイしちゃった。なんかない。今何中ですか？ガチのそっち系。え、ガチのそっち系の質問で。違うの。違うの。私の髪の毛は今ラベンダーに染めています。いや、たかしめっちゃかっこよくなってるから。たかしめっちゃかっこよくなってるから。全然違うよ。全然違うか。全然違うよ。めっちゃかっこよくなってるよ。はい、ということで、私の髪型はこんな感じに完成しました。いかがでしょうか。なんかね、前美容院に行った時にちょっともう時間がなくって私の完成形まで撮れなかったので、ちょっと今日改めて家でゆっくりね髪型紹介していきたいなと思ってるんだけど、今回のカットが私が今髪の毛をちょっと伸ばし途中であんまりこう切りたくなかったので、でもなんか伸ばし途中ってどうしてもさ、こうボブなんかもうパシンパシンとかパシンとかね、ボブになりがちだけど、それがちょっと今の気分じゃなかったので、なんかこうちょっと髪の毛こう散らばってる感じで、なんか動きがある感じにしたかったので、そういう感じのカットにしてもらいました。で、アレンジがね結構しやすい髪型になってるので、ちょっとアレンジと一緒に紹介していきたいと思います。で、まず、いつも私が一番やってる一番スタンダードなヘアアレンジなんだけど、
あのその時はこのラビネスの、オーセンティックオイルをまず使うのと、あとみんな使ってるこのプロダクトのバームを使ってセットしていきたいと思います。でまず、私バームとオイルを混ぜるんだけど、バームをなんか適当に爪ぐらい手に取って、でその後にちょっとこう全体にねちょっと伸ばした後にオイルをこのぐらい、わかる？このぐらい出してうーんってめっちゃ混ぜます。で混ぜた後に髪の毛に塗っていきます。こうポワンってなってきたくないから、この後ろらへんからこうまず下につけていって、なんかほんと適当になんかこんな感じで、であとここ、このここ、ここが浮いてくるとちょっと老けちゃうから、ここをねしっかり押さえるためにここにすごくたくさん塗ります。押さえる、押さえる。で前髪のここら辺にあのオイルがついちゃうとすごい分け目分かれちゃうので、前髪は本当にこのなんて言うんだろう、この先、この先ら辺だけ、毛先だけつけます。であとはもう毛先をちょっとつまむぐらいかな。あ、前髪がこう長くてこう目にかかってもそんなに耐えれるぐらいの感じでちょっと分けていって、分け目、前髪ってなるとあんまり可愛くないから分け目のところもこうなじませて、ちょっと指でね、ここまっすぐ線入っちゃうと可愛くないのでビュって、で最後にここをこうちょっと前に出すと、どうだ、もう終わり、早いでしょめっちゃ早い、終わりです。これででもポイントはここと束感ね、とあとこの束感前髪ので、あとはここの線を気をつけることと、あと押さえる、しっかり、もうこれで1パターン目完成です。で2パターン目もラビネスのオイルと、あとフォックスポーションっていうジェルオイルを使っていきます。ジェルオイルだけだったらちょっと乾いちゃうので私はオイル先に混ぜます。で、まずまあ、さっきもやったんですけど、このオイルをとりあえず適当にベッて出していって、で手になじませた後にまた後ろからこう今回もこうつけていきます。で今回はちょっとピタッとした髪型にしていきたいので、本当にもうこの生え際のこの浮きたくないところとか、あと今回はここにも全然もう全部つけちゃっても大丈夫です。でオイルだけだったらちょっと弱いので、次にジェルオイルでビシッとしたいと思います。出します、ドゥドゥドゥン、このぐらいジェルオイル出して髪の毛に塗っていきます。はい、これももう全部なんか中から塗っていく感じ、表面はもう一番最後でもうがっつりキュッって感じで、で最後に上からギュッと押さえる感じ、まあ全部耳にかけちゃって、なんかこう中の前髪出したかったらまあ出して、ここをすっごいタイトに留めるのも可愛いかなと思います。別にこれなくても全然いいんだけどね、もうピタってやっても可愛いし、なんだったらちょっとここ浮かせ気味、かき上げ気味のこの感じ、これは多分ちょっと大人っぽい生え際が立ってる感じのやつは、でちょっとこれはコンサバすぎるっていう方はここをすっごいタイトにしてもらって、ちょっとここの中の前髪、産毛前髪みたいなのを出すスタイルも可愛いかなと思います。もうこれで完成、早いマジで一瞬私はいつもこんな感じでもうね、楽なスタイルしかしたくないので、私は難しい髪型は一切しません。絶対に
すぐセットできてコテとかも使わなくてよくて動きのある可愛い髪型にしてくださいって言うんだけど、まあ今の髪型はすごいセットもしやすいし朝も楽だしそれなりに可愛くなるのですごく気に入っています。で、2パターン目はこんな感じでちょっとピシッとちょっとモード感強い髪型になってるんですけど、私も耳かけたらもうボブに見えない、ほぼボブな感じに仕上がるので、こんな感じで髪の毛を伸ばしていきたいなと思っています。で、今回は本当に簡単な2パターンのヘアアレンジのご紹介だったんですけど、またねちょっと伸びてきた頃とかあと新しいなんかもっとね可愛いアレンジもたくさんあるので、それはまた改めて紹介していきたいと思っています。それでは今日はこの辺で、じゃあねー。